V ロード第3節1戦目ベイ7番バッターグラシアル大きくリードはしてますけどこの後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は緩めません。インサイド落ちました。強い打球わずかに左に切れました。ファールボール、ノーボールツーストライクです。打ちました。またファウル。フェアなら長打になってたかもしれませんね。そうですよね。チャンスの場面振っていきましたが、8番バッター鈴木、先ほどの打席でヒットを放っています。ホークスこの回は打者一巡の猛攻となっています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球、セカンドランナーホーイン。ホークス1点追加します。12対2。番バッター宮崎、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。これは手が出ないか。あっという間に2ストライクです。際どかったですよね。インコース詰まりました。山田が抑えています。ワンアウト。今日は見事な完封で白星。